The richer the owner is, the higher rank you are. Very peculiar. Very peculiar. Very peculiar. Very, とても peculiar。奇妙なという意味の形容詞です。私の本にはこのアイクのセリフは妙竹林なもんだと訳されていました。私はその日本語を初めて聞いたので、私が知らないんだったら子供たちはもっとわかんないんじゃないかなって思ってしまいましたが、私が変なのかな、ヘンテコリンっていう言葉は聞いたことがありましたが、皆さんのお住まいの地域ではいかがですか？妙竹林って使いますか？ Very peculiar. For example, Miss Charlotte's brother, Mr. Gregory Spencer, owns a big business. For example, Miss Charlotte's brotherMr. Gregory Spencer owns a big business. For example, Miss Charlotte's brother, Mr. Gregory Spencer owns a big business. この文は、例えばシャーロットさんの兄グレゴリー・スペンサー氏は大きなビジネスを所有していますという意味です。For example、セットで例えばという意味。Miss Charlotte's brother、これは名詞の塊で、シャーロットさんのブラザー、兄か弟ですが、シスターもブラザーもあまり上下区別しないで使うことが多いです。ミスター・グレゴリー・スペンサーは名詞の塊で、ミスターは男性に使う敬称、グレゴリー・スペンサーは名前ですね。オーンズは動詞のオーンに S がついたものです。オーンを動詞で使うというのをここで初めて知りました。所有する、持っているという意味で今回使われています。 owns と S がついているのは主語に当たるものがシャーロットさんの兄だから、愛でも言うでもない一人が死後の時には動詞に S がつきますね。 A big business、 これも名詞の塊なんですが、 A 一つの不特定の、 big 大きな形容詞、 businessはビジネス、仕事、ビジネスでいいですかね。さあ、ではなく今回あが使われているのはお互い詳しくわからないんだけど、何か大きなビジネスの一つという意味で使われているからです。 For example, Miss Charlotte's brother, Mr. Gregory Spencer owns a big business. And from generation to generation, the family dogs have always been at the top.And from generation to generation, the family dogs have always been at the top. And from generation to generation, the family dogs have always been at the top. この文は、そして世代から世代、その家族の犬たちはいつもそのトップにいましたという意味です。見ていきますね。And、そして from generation to generation は代々とか、世代から世代へとという意味です。 from は起点を示して、 from どこどこ to どこどこっていうのをよく使うんですが、例えば I work from 9 to 5 だったら、私は9時から5時まで働きますと言えますし、 We can walk from here to there なら、私たちはここからそこまで歩けるよみたいに言えます。今回この間に generation という単語が入ってますね。世代から世代という直訳になって、日本語だと代々っていうのが自然ですね。 The family dogs が主語で、スポットライトの当たった家族の犬たちですよね。そして動詞が have かなと思いますが、後ろに been とあります。この been に注目して、 been というのは be 動詞の過去分詞形です。 have プラス動詞の過去分詞で、現在完了形、過去から今もずっと続いているっていうイメージです。ずっと at the top の状態ということなんですが、 at は点のイメージ、 the top、 スポットライトが当たったトップ、最上位、トップの状態ですよね。今回それに always を置いて、いつも、常にという意味の副詞を挟んでいます。副詞っていうのはなくても文が成り立つんですが、あると文がこう華やかになったり味が出る感じがしますよね。 And from generation to generation, the family dogs have always been at the top. At the moment, it's Joseph. We call him Sir Joseph. At the moment, it's Joseph. We call him Sir Joseph. At the moment, it's Joseph. We call him
Sir Joseph. At the moment. これは今、現在はという意味。At は点のイメージ。The moment。The は特定のモーメント、瞬間なので、今って言えるんですね。It は It is の短縮で、It はトップのことなんですね。さっきの話。Is は be 動詞。Joseph は名前で、It と Joseph がイコールという意味になります。トップにいるのは今はジョセフですという意味ですね。We call him Sir Joseph. 私たちは彼をジョセフと呼ぶという意味ですが、We 私たちは call というのは動詞で、今回2つ目的語を取る使い方で、誰々を何々と呼ぶという意味になります。Him なので彼を Sir Joseph と呼ぶですね。At the moment, it's Joseph. We call him Sir Joseph.I've known his family since his grandfather's generation. I've known his family since his grandfather's generation. I've known his family since his grandfather's generation. これは、私は彼の家族を彼の祖父の世代から知っていますという意味です。I've known. I've は I have の短縮で、known と続いてますね。先ほどと同じ現在完了形の文になります。 known というのは何々を知っているという意味の動詞 know の過去分詞形です。活用は know, knew, known, know, knew, known ですね。私は何かを知っている状態が過去から今も続いているというイメージで、何を知っているのかというと his family, his 彼の所有格 family 家族、彼の家族を過去から今も知ってる状態が続いてるんですよね。 Since his grandfather's generation、 彼の祖父の代からっていう意味なんですが、 since は現在完了形で使われると何々以来っていう感じですね。 his、 彼の所有格、 grandfather's、 おじいちゃん、祖父という名詞にちょんとついて、この上のちょんっていうのはアポストロフィーっていうんですが、所有を示したり省略形を示したり、特定の名前、名詞や動詞の形を変化させたりするために使われるんですが、これは祖父のおじいちゃんのという意味になります。チャロならチャロスですね。ジェネレーションは世代なので、全部まとめると彼の祖父の代から私は彼の家族を知っているってなるんですね。私の本には祖父の代からの付き合いだよって書いてありました。 I've known his family since his grandfather's generation. The limo passes the gate and enters the woods. The limo passes the gate and enters the woods. The limo passes the gate and enters the woods. リムジンが門を通り抜けて森に入るという意味の文です。 The limoが主語で、共通認識のある今乗ってるリムジンのことですね。 passes は通過するという意味の動詞 pass に s がついたものです。主語が I でも U でもない一人か一つなので動詞に s がつきますが、 pass という単語にそのまま s をつけるとパッススって感じになってしまいますよね。なので es をつけて passes っていう風に発音しやすくするようになっています。 the gate はゲート、門のことですが、一緒にこのゲートを見ているので共通の認識がありますよね。なので特定できるので the が合います。 and そして enters the woods。 enters は入るという意味の動詞 enter に s がついたもの。 and でつないで主語を省略しているんですが、主語は the limo なのでこの動詞にも s がつくルールが適用されます。どこに入るのかというと the woods。 the woods 森という意味です。Wood は木材とか木っていう意味もありますが、 S をつけて複数形にして森と言えます。規模としては Grove より大きく、 Forest より小さい森っていうイメージです。 The がついてるのはみんなが今見えてるものなので特定の森で、 The Woods でいいですね。今21話ですが、この A と The の使い分けが慣れてきたんじゃないかなって思います。Chotto is so surprised. Chotto is so surprised. Chotto is so surprised. Chotto はとても驚いた、びっくりしたという意味です。簡単そうに見えて奥が深いタイプのセリフです。Chotto は is be 動詞。be 動詞はある、いるの存在や前後イコールでつないだりしますよね。
そうはとてもサプライズは受け身系の形容詞って考えるといいんですが、驚いた、びっくりしたという意味です。英語の勉強を始めて少し分かることが増えてくると余計分からないことが増えるっていうか、知識が増えたからこその悩みっていうのがまた増えてきて、この文は be 動詞プラス動詞の過去分詞形で受け身形受動態だよねって思ったり、でも形容詞を be 動詞でイコールで結んでるだけなのかなとか、こう悩み出すと沼にはまってしまいそうな感じ。結論としてはこの文の意味が分かって自分も Thank you とか Excuse me みたいな感じで無意識に使えれば問題ないっていう感じなんですが、その無意識レベルで使うまでが大変なんですよね。私は音読が一番いいなって思ってるんですが、音読も理解した上でするべきなので、ちょっと説明すると、動詞のサプライズっていうのがあって、これは脅かすという意味なんですが、それを形容詞化するとサプライズ、サプライズになりますが、このサプライズングの方は脅かす、驚かすっていう感じの行動、アクティブな意味になります。一方で過去分詞形のサプライズはこう受動態的、受動的、驚かされるという意味になります。なのでチャロ is surprising って言ってしまうと、これはチャロが誰かを驚かせている状態なんですね。なんか驚いているっていう感じに見えるんですが、チャロが驚いてるんだったらチャロ is surprised になります。自分が驚いた時に I'm surprising って言ってしまうと、私が驚かせている、びっくりさせた人みたいな感じになってしまうんです。単語が違うと結構ショッキングで、例えば退屈だとか飽きたって言った時に I'm bored と言うんですが、これを間違って ing の形 I'm boring にしてしまうと、私は退屈な人です、つまらない性格の人間ですみたいな感じになっちゃうんですよね。なので人にはこの ed、物には ing って覚えてしまえば間違わないんですが、結構その慣れるまでが大変で、私も間違って恥をかいてしまったことがたくさんあるんですが、自分、この人間が主語の時には ed をつける。なので私は変な覚え方なんですけど、この ED を江戸って言って、私は江戸、私は江戸みたいにしてもう覚えました。変なんですけど印象に残って、私はいつもこのイメージで、どっちだっけって思った時は、あ、私は江戸だから ED つけるからサプライズだなとかボードだなっていう風に言えるようになりました。変な説明が長くなってしまってすみません。チャロ is so surprisedThis is all Chris's uncles. This is all Chris's uncles. This is all Chris's uncles. これ全部クリスのおじさんのっていう意味なんですが、 This は近くのものを指して、これは is B 動詞 all すべて、 Chris's クリスの所有格、アンコス、アンクル、おじ、おじさんの所有ですね。クエスチョンマークがついて疑問文の形になっていなくても、語尾を上げ調子にして質問していますね。こういう言い方は会話ではよくあります。疑問文なのに普通の文章で喋り始めてしまったっていう時は、もう語尾を上げてしまえば問題ありません。でも正しく言いたいよっていう時には B 動詞を前に出すルールですから、 Is this all Chris's uncles?すればいいですね。 This is all Chris's uncles? Yes, and where Chris's father was born. Yes, and where Chris's father was born. Yes, and where Chris's father was born. はい、そしてクリスのお父さんが生まれた場所ですという意味です。 Yes は返事ではいですね。 And そして Where?まあ、ここでは疑問詞ではなくて、場所について話す合図、場所を表す where です。この発音なんですけど、今回キャンディ少し分かりやすく発音してくれているなと思うんですが、疑問詞で where から始まる時には比較的聞きやすいんですが、今回のように文章の中で使われている where は wa と発音されることが多いです。この wa っていうのは we are の短縮とか are の過去形とか全部同じ発音になります。なのでこれを知っておくと聞き取りリスニングにも役に立ちます。どんな場所かというと、クリスズ、
クリスの father お父さんが was be 動詞 is の過去形 born。 この born というのは実は産むという意味の動詞 bear の過去分詞形です。活用は bear, bore, bornBear, boar, born です。 I was born in Japan。 私は日本で生まれました。この使い方が有名なので born という単語が実は bear の過去分詞形だというのを知らなかったっていう方もいると思います。知らなかった方がいてほしいです。私はリトルチャロに出会うまではずっと知らなかったので。でも先ほども話した通り無意識レベルに近いものの一つなのかなって思います。値段を聞くときに How much を使うよねって分かっててもそれを文法的に解説してって言われたら難しく感じてしまうように、 I was born も生まれた、そのまま覚えてしまっていいんだと思います。 Yes, and where Chris's father was born. Your own family is rich. Your own family is rich. Your own family is rich. あなたのオーナーの家族はリッチ、お金持ちですという意味ですね。 Your owner family、 ここまでが主語です。 Your、 あなたの所有格、 owner、 飼い主、 owner のことですね。 family、 家族、 is は be 動詞、主語があなたの飼い主の家族、まあ、複数の人数だとしてもまとめて一括りにして単数扱いにしています。なので be 動詞は is がありますね。 rich とお金持ち、 rich なという意味の形容詞で、主語と rich がイコールの状態になっています。 Your own family is rich. Maybe, maybe, maybeMaybe は多分、そうかもねっていう意味なんですが、確信度は資料によって違うんですが、まあ大体 50% くらいとか 50% いかないくらいのイメージ。私もその時に読んでる本によって 30-40% って言ったり 50% くらいって言ったり多分とか言ってしまうんですけど、統一性がないなと思ってこのチャンネルでは 40% くらいって言うようにしようと思ってます。なんか 50% って書かれてる資料もあるけど、私の感覚だとなんか 50% はいかない感じがするんですよね。例えば何かこう誘った時に maybe って言われたら、あのゴブゴブっていうよりは断られた感じがします。行けたら行くねみたいな感じで、なんか来ない感じ、そんな使われ方のイメージが強いです。 maybe